こんにちは。アメリカ在住翻訳者、通訳者、ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は悪質な講座と良い講座を見分けるための3つのチェックポイントということでお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、良い講座とあまり良くないかもしれない講座の見分け方というのが、お分かりいただけると思いますので、ご興味のある方は最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。さて、今回はですね、悪質な講座と良質な講座を見分けるための3つのチェックポイントについてお話しします。まあ、翻訳業界というのもここ数年大きく変化してきているんですけれども、まあ、それに伴ってですね、 AI とかテクノロジーを駆使した翻訳講座みたいなのも烏合の竹の子のように出てきているようで、翻訳に興味を持ってくださる方が増えるのは非常に嬉しいことではあるんですけれども、いろいろと出てくると、どの講座が良い講座でどの講座が良くない講座なのかというのを見極めることが困難になってくるのではないかと思います。そこで翻訳業界に30年おります私がですね、どういうところで見極めていったらいいのかということをお話ししたいと思います。この動画をご覧になっている方で翻訳者を目指している方というのは、いろいろと調べ物をしていただくっていうことが非常に大切になってきます。調べ物をするというのも翻訳者としての優れた技能の一つになりますので、今回お話しするチェックポイントを手がかりに、ご自身でいろいろと調べ物をして、そして自分なりの結論というものを出していただけたらと思います。まず、悪質な講座と良い講座を見分けるチェックポイントは3つあります。1つ目はですね、学校の経歴を確認する。2つ目はですね、講師の経歴を確認する。そして3つ目はですね、受講生の声を確認するです。この3つについて深掘りしていきたいと思います。まず1つ目、学校の経歴を確認するです。翻訳業界にはたくさん翻訳学校というものがありますけれども、信頼できるところかどうかというのを見極める一つの決め手というのが、創立から何年ぐらい経ってるか、歴史とか実績がある学校なのかということを見分けるということが一つ挙げられます。そういう実績がある学校というのは大抵公式サイトというのがありますので、インターネットで調べやすいというのがあります。インターネットでその学校の名前を検索してみて、ホームページというのが出てくると思いますので、その学校が創業何年なのか、創業してから、30年経ってます、40年経ってます、そういう長いところであれば、いろいろと新しい時代の流れにも、乗っていけるその対応力というのもあるのでしょうし、たくさん卒業生も出しているということなので、信頼できるのではないかなと思います。私が運営している、テキサス発優しい翻訳塾っていうのは今12期を募集中なんですけれども、4年目でまだそんなに長くないので、もう少しお時間をいただければという感じではあるんですけれども、怪しげな学校の特徴というのはですね、出ては消え出ては消えを繰り返している学校が結構多いんですね。出ては消え出ては消えを繰り返しているというのは、まあ大掛かりなちょっとマーケティング手法とか、あと外注のウェブライターさんみたいな方たちをたくさん使って一気に生徒さんを募集し、それで募集し終わったら、そのページごと消えてしまって、またしばらく経ってから新しいページが急に出てきたりとか、そういったこともあります。で、そういうことをしているとですね、そんな消えたりされると、何か将来的にクレームがあったりとか、問い合わせがあったりとか、例えば返金してほしい時とか、そういうようなことがあってもなかなか連絡を取りにくいというところで、ちょっと信頼できないというところがありますのでですね、まずは公式サイトを探して、どれぐらい、この業界で生き延びてきているかということを、探していただくと一つの目安になると思います。これが1点目です。そして2点目は、講師の経歴です。講師の経歴なんですけれども、まず普通のプロフィールみたいなところを見ると、〇〇大学卒で、取引先の企業は大手一流企業どこ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 というような記載をよく見かけます。ですが、
まあ、それはですね、長年翻訳をやってきている翻訳業界の人であれば別に驚くに値しないというか、大抵の人はそれぐらいの実績は持っているんですね。確認すべきはそこではなく、これから私が話すことを確認していただきたいんですけれども、まず一つ目はですね、講師自身が自分で書いている文章がないかというのをまず確認します。もしご自身が何かこう書いている文章が見つかると、特に英語から日本語などの翻訳の場合ですね、どういう綺麗な日本語が書けるか、どういった質の高い日本語が書けるかということが、その品質が高いという証明にもなってきますので、その人がどういった日本語を書いているかというのを見るっていうのは、その講師の実力を見極める上で非常にこういいチャンスだったりします。ですので、その講師がご自身で何か書いているページというのがあれば、例えばブログであったりとかね、そういうのがあれば、その講師の実力というのを見極めることもできますし、それにご本人が書いているということで、こう例えばこう外注のね、ウェブライターさんにこう外注に出してこうマーケティング的にね、ただ褒めていただいているのではなく、その人がこう誠意を持って指導するんだっていうことも分かりますので、そういった意味でもご本人がしっかりと文章を書いているか、そして書いていたとしたらどういった文章を書いているのか、誤字脱字がないか、そして読みやすい文章を書いているかということもしっかり確認をしていただけるといいと思います。それからですね、もう一つチェックポイント、これ非常に重要なんですけれども、その講師がですね、業界団体と何らかの関連を持っているかということも非常に重要なポイントになってきます。なぜ業界団体との関連性が大切かというと、翻訳業界っていうのはね、非常に狭い業界なんです。狭い業界というのはどういうことかというと、売れっ子の翻訳者さんとかがいるじゃないですか。で、売れっ子の翻訳者さんの場合、何かこう大きな案件でこういったプロジェクト A をしました。で、その時に翻訳者 B さんという人とたまたま一緒になりました。で、その後少しして別の翻訳会社から全く別のお仕事の依頼がありました。で、売れっ子なんで A さん受けました。で、そしてプロジェクトに入ってみたら、事前に打ち合わせも何もしてないのにまた B さんと鉢合わせをしたとかっていうことも非常によくある業界だったりするんです。それだけ狭いし、こう優秀な翻訳者はいつもこう引き合いが来てるっていうことでもあるんですけれども、あまりにも狭くて、こう優秀な翻訳者っていうのは本当にお互いがお互いを知ってるっていうか、良い情報も悪い情報も業界内ではほぼ筒抜け状態になっています。ですので、ある意味、悪いことはできない業界ということで、業界の中ではですね、翻訳者同士の情報交換というのが非常に活発な状態になっています。ですので、例えばですけれども、翻訳者になりたての方とかってお仕事が欲しいなと思っていろいろとこう求人とかを探されたりとかすると思うんですけれども、なかなかいい案件がないなとか思うこともあるかもしれないんですけれども、それは、なぜかというと、一般公募にたどり着く前にもうすでにこう人脈を駆使して、翻訳者同士が情報を交換して、いい仕事はもう事前に、その業界にすでにいる翻訳者に決まってしまっているということが非常に多い。なので、私よく翻訳塾ではですね、いい仕事は人が持ってくるっていうことを何度も言ってるんですけれども、で、それだけこうネットワークが密で、悪いことも良いことも全部筒抜けになってしまう業界、そしていい仕事はこう先に、優秀な翻訳者のところに行ってしまうという業界でありますので、その講師が、いいネットワークを持っているかどうかっていうのが、こう生徒さんのために仕事を獲得できるかどうかというのを判断する非常にいい材料になります。つまり、そのネットワークの中で信頼されていないとか、良くないという噂を立てられてしまった講師は、なかなか良い仕事を取ってきて、生徒さんに紹介してあげるということができないという裏事情があります。ですので、その講師が、業界の何らかの団体に所属しているかどうか、所属しているとしたら、いっぱいただ業界団体ってありますので、例えばJAT日本翻訳者協会であったりとか、あと、JTF 日本翻訳連盟であったりとか、日本にはですね、いくつも、翻訳団体っていうのがありまして、まあ、その他にも海外で、まあ、例えば私は、アメリカ翻訳者協会 ATA のメンバーとしてもう25年くらいメンバーなんですけれども、イギリスであれば ITI とか、海外の団体でもいいんですけれども、何らかの業界団体とつながりがあるかということを、調べていただくといいと思います。その講師によってはホームページがあれば、ホームページ
ページにどこどこ団体の会員とか書かれてることもありますし、もし見つからない場合は先ほど私が言った JAT なり JTF なりのホームページに行って会員名を検索してみるという方法でその団体に属しているかどうかというのを調べることができます。それにですね、そういった業界団体に属しているということは、まあ、一定のレベルの実力があって人脈もあって業界団体に業界で認められているということにもなります。例えばですけれども、まあ、業種は違いますけれども、例えばお医者さんとかね、自分の専門の分野の学会とかそういう団体に所属したりとかしていることをご自身のプロフィールに書かれている方がたくさんいますね。で、そういうのを判断することで、そのお医者さんが模擬ではなくちゃんと実力があってその業界で認められているということを、示す証拠になっていますけれども、翻訳業界でも全く同じで、その翻訳者がですね、世界中にある全ての団体に所属しているとは言わないまでも一つか二つはどこかに所属しているかどうかっていうのを調べるということが非常に重要なポイントになってきます。ですので、まず名前で検索してみます。で、名前で検索してみてその人のホームページとかで判断できる場合もあります。ホームページとか、あとソーシャルメディアの X とかそういったところにプロフィールが書いてあったりもしますので、それでちょっと判断をしてみてください。それでも出てこない場合は業界団体のホームページで検索するといいと思います。それが2点目です。そして3つ目はですね、受講生の声を調べてみてください。多くの学校がですね、受講生はこういった声を残していますといったようなことを、書かれてはいるんですけれども、どういうところがポイントかっていうと、全て顔なしで名前もイニシャルだけとかっていうのはちょっと怪しいかなと思います。まあ、もちろん事情があって名前も顔も出せないっていう方もたくさんいらっしゃるので、全部は全部実名顔出しというわけにはいかないのはわかりますけれども、いい評判っていうかいいクラスだよっていうことを一部の人たちだけでも顔出し名前出しで言ってるかどうかっていうのは非常に重要なポイントになってきます。匿名のだとこう作られたかどうかが判断できないっていうことがあります。ですので、その匿名のばかりの時はひょっとしたらこう架空である可能性があるので要注意です。その講座について、まあいい評価であったりとか、こういうところがいいよとか具体的にね、その講座の特徴とかを、書いているコメントを探してみてください。もうそういった受講生の声というのはその講座のこう公式サイトに書かれていることもあれば、例えばメルマガとかを出している人だったらメルマガに書かれていることもあれば、あるいは先ほど言った X とかスレッズとかそういったソーシャルメディアでですね、いろいろとこうつぶやいている人が多い場合がありますので、それを検索で例えばその学校の名前とかを入れてお客さんの声、受講生の声がどういうことを言っているかというのを確認してみてください。でもしその受講生さんたちがこう例えば誇らしげにね、自分はどこどこ学校の何期生ですとかどこどこ学校を卒業しましたとかって書いてる場合は、その生徒さんがこう自信を持ってその学校を卒業したっていうことを誇らしく思っていて、それが自分の将来のこう仕事獲得のためにもためになるだろうと思って書かれてる。恥ずかしいと思ってたら絶対そういうの書かないですから。なのでそういったのが書いてあるかどうかっていうのも判断のポイントになると思います。そういったソーシャルメディアの受講生さんの声というのを拾ってみて、でそれがこうちゃんと信憑性があるもので、その学校の具体的な特徴とかどういうところが良かったかみたいなことが書かれているというのが、それが真実で正確な記述であるかどうかを判断するポイントになると思います。ですのでこれも、まあ翻訳者を目指している方はですね、どういうところを注意して調べるべきか注意しながら調べてみていただけたらと思います。で最後にですね、もしこの3つをいろいろ調べてみてそれでも判断できないということがあれば、先ほど私が言った、JAT、日本翻訳者協会という非営利団体の、業界団体で詐欺まがい講座対策委員会という部署ができております。でここではですね、非営利団体なのでそのプロの翻訳者の方たちがもう手弁当でですよ、良くない講座っていうのをこう排除して良い講座っていうのを推進しようという目的のもとにこう一致団結してこう情報を提供とかそういったことを、されている部署っていうのがありますので、
ので、今言った方法で、試してみて調べてみてそれでもわからないという場合はですね、このチャットの、詐欺まがい講座対策委員会に問い合わせてみるというのも、一つの方法かなと思います。いろいろな講座のこう事例を見てきている方たちですので、割とこう公平で公正で正確な情報が得られるのではないかと思います。こちら、メールアドレスとかも後ほど概要欄に貼っときますので、よろしければ、利用してみてください。ということで、今回はですね、悪質な口座と良質な口座を見分けるための3つのチェックポイントについてお話ししました。翻訳業界に関心を持っていただいているということ自体は本当に嬉しくて大歓迎ですので、せっかくお金を使うわけですから、良い口座を探してですね、良い口座を受講して、そして、良い翻訳者への道というのを、歩み出していただけたらと思います。まあ私の方でもこれからもいろいろとさらにいい情報が見つかるようにこれからもこうリサーチなどしていきますので、また追加情報で何か分かりましたら、お知らせをしていきたいと思いますので、また、このチャンネルもチェックしてみてください。今回は翻訳者になりたい方々、また翻訳者になったけれどもさらにこう講座を受けたいと思っていらっしゃる方に、役に立つ情報になればいいなと思ってこの動画を作ってみました。翻訳者を目指している方、翻訳者として頑張っていらっしゃる方の少しでも参考になれば嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.